スーセーエイエイキビ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 エイ。相変わらず知らぬ存ぜぬのギャル姉さん、なんだ口に餅ねじ込まれたんか。桃ポケに一杯、いや蓋餅食わされたよ。でもポケモンにはかかってないんだよな。うん、なんかキビキビ感ある、あのなんか紫のオーラを放ってる人たちがいないんよな。てかお祭りってまだやってるんかな。これはおじいちゃんとおばあちゃん。あ、大丈夫そう。おお、すぐに逃がらんださ。じいちゃんばあちゃん、なんでここに。姉ちゃんは大丈夫？うん、大丈夫？あと女の子見なかった？どうしたんだ、そんな慌てて。ゼイは踊り疲れたのか、部屋でぐっすり寝ておるよ。そっか、よかった。ほんほん。ゼイが寝てる間に、あの子が好きな焼きそばを買いに来たんだ。ほう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 。そっか、お祭りの焼きそば好きや言うてたもんな。食べたら元に戻るかもと思ってな。うん。そっか、うん。きっと良くなるよ。うん。まさか、まあ、ちょっと拾い食いをしたあなたとは思いたくないだろうな、おじいちゃんたち。ところで、女の子を見なかったとは？あー、そうだった。裏がなんか変で。アルデアから来てる女の子もいなくなっちまって。あの、さっきからおばあちゃんが全然喋らないんやけど大丈夫かな。制服の子、元気そうな子。まあ、制服の子は二人いるからね。まあ、元気そうな子です。戦闘系です。おう、そういえば、さっき村では見かけん。はつらつなことあったな。ほうほう、でもまだはつらつとしているということは。え、でもキビキビしてただけかも。ふっ。ばあさん、さっきのこと何を話しよったんだ？おばあちゃん。キビってますね。ばあさん？お餅だうざ。お、口を聞いた。ダメやで、それ食べちゃ。え、あの、今は餅とかいいから。おじいさんさん、餅、お餅食べてて。怖い。怖すぎる。そして、おばさん、やっぱ、美人さんやね。ちょっと、善意に似てる。目元が、なんか、綺麗やね。そんなことじゃなくて。ばあちゃん。あ、でも、すぐは食べないよろ。あんまり、あの、おやつのお餅好きじゃない言うてたし。うん。だから、すぐりは今まで大丈夫だったよな。いきなりどうしたんだい。まったく、仕方ないの。食べちゃダメやで。食べるんだな。終わったな。パク、あら、ばあさん食べたぞ。これでいいんだろ。じいちゃん優しい。ん？うん。おばあさんへの愛がゆえにこんなことに。うん。じいちゃん、どうしたの？キビキビ、効果が早い。なんだこれ、愛の力か。キビキビなるほど、これが夫婦のシンクロ。さすが熟年の息の合ったキビキビやね。へい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 、夫婦でへいへい、キビ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 へい。おばあさんの冷えとおじいさんの雪の下、ほう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 、二人ともこういうお名前なんやな。あ、消防仕掛けてきた。え、ちょっと待って、え、
勝負仕掛けてくるの？シャンデラと？おお。二人ともなかなか癖のあるポケモンを出してきますね。キビキビーキビキビーお、じゃあアスリート出てもらおうかな。あ、ありがとうネキさんも。やっちまいなアスリート。ナイスだキビーおばあちゃんごめんね。私と大丈夫。じいちゃんばあちゃんまでどうしまったな。お、ナイスだアスリート。あ、多分ニョロモンが次でシャンデラにやってくれるので、こっちはアーボックをやりましょう。はい、やっちまいな。ナイスニョロボン。キビーキビーやろ。つらつら、俺たちめっちゃ強いからね。どうしてこんなことに、やるしかねえべ。おー、マム。またとか。なるほど。ちょっと待ってよ、またとガスがどこ。なるほど、右側はもうニョロボンで対応できそうな子が来るのかな。どうしよっかな。いやでも先にやっちゃった方がいいやろ。アスリートいける？冷凍パンチ。なんでそこで冷凍パンチ使った？テラバーグスク行ってくれるか。できる、大丈夫かな。ちょっと荷が重いかな。てか、おじいちゃんとばあちゃん強くない？若い頃ブイブイ言わせてたんやろな。よし、ナイスだ。あ、さすがだよ、ニョロボン。ニョロボン。いや、テラパクスクは大丈夫。ニョロボン、早めにやっちゃわないとやばい。第一の力、思念の頭突き、こっちやな。やっちまいな。あんま効かない。ちょ。ニョロボンが、ニョロボンが、あ、よかった。技出せない。いやー、ちょっと待てよ。大地の力。あー、もうダメだ、ニョロボン。ごめん。カミツオロチ。お、あ、大地の力効かないから、冬で。じゃあちょっと行くか。あ、そっか、これが強いのか。やっちまおう。あ、テラバグス見せてやりなさい。あ、この島にはない技術というやつ。最新のポケモンです。お初にお目にかかります。ほっ、ニョロボンがやられる前にこれ気づけばよかった。かわいそうなことしたな。あ、悲しそう。むち
を食べなさい。いや、ちょっとお断りします。キビキビ、ちょっと待てよ、おばあちゃんだけ喋れる、なんか嫌な予感すんな。あ、またお金もらっちゃった。これ大丈夫かな、あとあと揉めないかな。キービー、二人揃ってキービー言うとる、もう夫婦やね、あうんの呼吸。まあそうやんな、いきなりちょっと家族が全員キビキビ言い出したら、それ不安にもなるな。じいちゃんとばあちゃんまでおかしくなっちまって、これどうやって直すんやろな。きっと次、俺だ。いや、君はお餅がそんなに好きじゃないから多分大丈夫。次は俺だ。おかしくなっちまうんだ。おい、ちょっと待って、セルフでおかしくならないで。もうせっかく、ちょっと体調良くなってたところなのに、こんなことするから。追い込むから。しっかりして何とかする。もうしっかりしてじゃない。もう俺が何とかするから安心してくれ。あ、俺に任しとき。くす。弱気になってた。まあ弱気にもなれよ。家族がいきなりあんな姿になったら。ごめんがらんど。ありがとな。よかったよ。あの頃みたいに俺の声聞いてくれないかと思ったよ。やっぱすぐはちょっとだいぶ良くなってきてるね。そういえばじいちゃん、おかしくなる前、変な餅。おごごご。すぐ。ポケモンにおいてそれを先に気づいてくれるの珍しいな。君なかなか冷静だね。ラタ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 。おー、これは、ボタンか？ガランド、そっちは無事か。おー、ペッパー。餅だけは絶対食べたらあかんよ。なんとか、ペッパーたちは。君ら大丈夫？何も食ってないよな。こっちは大丈夫だ。ボタンがビビり散らかしてっけど。おう。全然連絡ねえから外に出てみたんだけど。なぜ勝手に外に出た？裏地おかしくてよ。おかしいから出るなって言いに行ったんや、わざわざ。キビキビ奴らに襲われるし、お前らイネジ心配してたんだ。今、俺たちは商店の前にいるんだけど、何か、あれ。もうダメか。あの二人はもうダメだ。ボタン、なんだ、口に餅ねじ込まれたんか。どうしたんだ？なんだ？やべ。え？ガタン、ガタガタ。何が起きてるや？わからんけど、なんだ？口の中に餅ねじ込まれてるんか？おい。電話が途絶えたな。あの二人はもうダメだ。二人に何があったんだ？多分餅を食ったんだろうな。じいちゃん、ばあちゃん、ここで待っててな。でもさ、もう気になるけど、今は、もうさ、商店に急ぐべ。桃沢商店に行こう。でもさ、もう気になるし。じいちゃん、ばあちゃん、なんで今急に顔をスッて下向いたの？なんで？俺たちのことめっちゃ見てたくせに今。餅を食べてて、ぜぐり。ぜぐりのこと呼んでる。二人ともちょっと意識はあるんやな。なるほど。ぜ言うとすぐり。合わせてゼグリのこと呼んでる。
桃沢書店に急ごう。こんにちは、ガランドーと申します。あ、先ほど桃沢書店さんに向かっていたと思うのですが、あの後一旦収録を切って間にちょっと裏作業などして、ここから別日の収録になります。ちなみにお祭りってやってるんかな。あ、めちゃめちゃやってる。あ、ここめちゃめちゃのどかな空間広がってる。うん、この三角のやつ隔てた先えらいことになってんの。こっちめちゃめちゃ平和な空間広がってる。ただこのままおじいちゃんとおばあちゃん放置して山降りたらあっという間だろうな。ちょっと今のうちに平和な空気感じとこ。うん、でも今は全然平和な空間。そしてネモさんもまあいないんやろな。うん、もし桃太郎ポケモン的なやつがいるんだとしたら、まあ行こうとするとしたらやっぱりポニーさんの山なのかな。ポニーさんとは面識があるんでしょうか。特にいないみたいだな。あ、じゃあまあ素直に一旦北上センターに戻って、あ、桃沢書店さんに行きましょう。いや、この二人を放置していったら多分あの二人が広めちゃうんやろうな。嫌な予感しかしないです。ただちょっと気になるのが、ネモさんお餅を食べてからも結構話とかしてたんよな。おじいさんの即効性が愛の力じゃなかったら、ネモさんワンチャン普通のお餅を食べただけか、ネモさんには聞かなかったか。ネモさんならどっちもありえるよな。お、二人とも。お、二人とも。ガランド、すぐに。おう、さっきのは大丈夫だった。大丈夫そう。大丈夫だった。キビキビ。あ、あれな、電話切れちまってすまん。なんかあったかって思うよな。おう、ボタンがビビってスマホに頭突きしてきてよ。おう、なんかわからんけど、ボタンめちゃめちゃ怒った顔してるよ。いや、だって、村の人変だし、だから出るなって言ったのに。なんか変なものいたし。うん。変なの？まあ、町中が変だよ。変なのって？あ、なるほど。あの、石像っていうか、うん。あれか。ピンクのやつか。なんか、痛いよ。変な丸っこい。どこにいたんだよ。怖すぎて幻覚ちゃんか。確かにちょっとボタン怖がりな感じはする。どこだ、幻覚ちゃんか。でも幻覚ちゃんじゃない気がする。いや、ほんとにいたし。おい、信じるよ。はいはい。信じてやれよ、友達やろ。そういえば俺、村がおかしくなった原因。あははは。わかったかもしんね。お？おほほほほ。相変わらず知らぬ存ぜぬのギャル姉さん。とりあえずみんな、変な町に気をつけ。え？屋根とか、なんかいる。あの注意喚起が届くことなく、こいつら餅を食うな。お？見ろ、あそこだ。おうおうおお、なんかちょっと違う。うちら見たやつ、ドローン。いや、ポケモンか。
泳げた。やるな。すぐもラッキーだったな。あ。お、これ、餅か？ほのかな甘みが、いける？それ多分ダメなやつ。うん、なんだ。うん、大丈夫。二人とも。ギビギビ。足までついて、前へ来て、もうダメだ。二人はダメだ。なんかちょっと個性がある。ギビ、ギビ、ギビ、ギビ。なんか個性あるな。なんやろな、ちょっと。ちょ、俺なんかペーパーちょっとダンスかじってたみたいな動きやな。ボタンもちょっとノリいいし。二人ともちょっと他のみんなと違って個性出してきてるな。やるな、二人とも。スター性を感じます？ペーパー、ボタン。いや、これは選べないやろ。だってどっちも面白いから。でも、俺はペパーのダンスにちょっとクロートの匂い感じてるんよ。そこ探っていきたいよね。ペパー、君昔ダンスかじってたやろ。ギビギビ。あれ、ペパーくん、なんかちょっと照れてない？お、これはやはりペパーにダンサー時代だ。いや、それよりごめんな。俺が注意できてれば。いや。あれは仕方ないよ。桃ポケに一杯。いや、蓋もち食わされたよ。お前よくもやってくれたな。変な餅、あいつが出してんだ。桃わーい。桃わーい言うとる。ああ。ギビギビギビ。なんかボタンおかしいやろ。ボタンのノリノリ感いいな。個性強く、2人とも。あいつ二人を盾に。ああ。きっと二人をおとなしくさせるしかねえべ。せやな。やったろ。戦うのか。やな。ちょ、どう思う？ペパーくんとボタンさんはもう悲しいけど戦うしか。せやな。キビ、キビキビ。お、お前。お、お、ちょっと待ってよ。こいつにボール投げられへんの？ほら。こいつに。ほら。ダメか。ダメみたいな。ちくしょう。全然投げれる位置やけどな。油断してるし。おい。まあやるしかないと。キビ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 。もうなんかボタンがノリノリなんよな。お前本当に操られてるか。おもろいな。あははは、ボタンとペパーが勝負を仕掛けてきた。あははは、はボタンの動きいいな、かわいいな。あははは、はボタンはブラッキー、ペパーは欲張り。あははは、キビ。おう、キビキャビー。もうボタン独壇場やん。うん、まあ、この組み合わせなら、まあ、目の前の敵やっちゃえばいいのでは。悪いね、欲張りすね。やっちまいな、機関棒。
キビー、キビーと、そらキビーよ、俺強いもん。さすがやで。うわー、キビー、キャビーボタンボタンなんかちょっと違うんよな。あいつ本当に操られてるか。ああ、ニービアか。なるほど。マフティフか。おー、だったらマフティフは、うん、ニュロボにお任せしようかな。うん、で、幽玄に出てもらおうかな。ありがとうね、キャンボ。あ、やっちまいな、幽玄。うんうんうん、アクアブレイクさん、いや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 、ちょっとマフィティフやってほしかったんやけどな。そうなるからマフィティフに行ってほしかったのに。おーおー、ロンゲ。なるほど。あ、やっぱ幽霊がニーフィアだな。ちょ、オーロンゲマフィティフを頼むよ。おれ、お、強いな、ニーフィア。うん、キャビー、ははははは、笑ってる。どういうこと。じゃあマフティフやろうかな。オーロンゲちょっとニーフィアやってくれよ。じゃあ何してるの、オーロンゲ。さっきからもうごめんね、マフティフ。マフティフもペパーがあんな状態で戸惑ってるだろうな。キビちゃん、えなんか二人ともなんか中途半端に自我があるよな。今、マフィティフの心配してたんかな。お、キビー。お、これはよくもマフィティフを言うてるんかな。あー、オーロンゲ。ちょちょちょ、すぐ大丈夫。おう、ハルちゃん。おう、カイリ。おう。なるほど、リーフィアか。うん、ちょっとここは機関棒に戻ってもらった方が硬いかな。ちょ、カイリはリーフィア頼むよ。頼むよ、機関棒。うん、あ、まあ、そっか、雷ならね。おお、なるほど、そっち行ったのか。だとしたら幽霊のままでもよかったんだけどな。で、ポニーさん出る？あ、なんでもごめんね、機関も。大活躍やね、ポニーさん。おお、やるね。あははは、もうカイリーにお任せしっぱなしだったな。お、キブイブイキブイブイ言うてるぞ。お前ふざけてるやろ。キビー、あ、キビーだろうな。いいのかな、こんなにいただいて。意識が曖昧な友人から3万渡されたんやけど。キビー。いや、ちょっとボタンさっきからおかしいんだよな。ペパーくん、ボタンさん、ごめんな。次はお前だ。おー、ちょっと黒いの出てるぞ、すぐり。
逃げようとしてんじゃねえぞこら。あ、気づきましたっていう顔してる。もうなんだろうな、ちょっと可愛い。まあまあまあ、あいつ逃げやがった。待てー、ちょっと怒ってる。お、しかもすぐ勝手に追いかけてっちゃったな。ちょ、大丈夫？ちょっと二人とも落ち着きます。ね、ボタン、君、字があるやろ。おい。ちょっとふてくされた顔してるけど。おい、字があるな。おい。ブイキー。ブイキー言うとるもの。こいつわかってるな。で、ペバは？キビーピー。マフィティフのことを言ってるのかな。まあちょっと二人ともね、愛着のあるポケモンを連れてる人たちやからね。にしてもちょっと二人ともすっごい個性あったな。あふれ出るスター性を感じました。この人と一卒取れるのかな。カウカウや。自己紹介をしてる時は滑ってましたよ。入学初日にヤンキーに絡まれますね。ほら、早速かくれんぼやめたぞ。早速生徒一人まびこうとしてます。おっさんが漏れ出てたわよ、カレンちゃん。全然策が違う。笑ってないで返してやれよ。先生一人ぼっちだよ。